こんにちは。ジャズドラマーの黒田です。今回は、バスドラのこの使い方、フェザリングについて質問がありましたので、ちょっとこのアングルで解説しますね。まずそのフェザリング、フェザーなんですけど、羽毛のタッチと言います。古いスタイルの、例えばグレン・ミラーとか、ベニー・グッドマンみたいなスタイルのスイング時代のジャズの頃ってバスドラ結構踏むんですね。よく聞くじゃないですか。シングシングシングみたいな、あんなスタイルですね。結構踏みます。例えばニューオーリンズスタイルなんかみたいな、この2ビートの時にもこうやってバスドラを踏みます。で、この当時はやっぱチューバだったりとか、こう管楽器がやってたんですけど、このベースっていうのがアップライトベースっていう、このウッドベースっていうのに変わって音量が下がるじゃないですか。そうすると彼らの音を消さないぐらいの音量にするスタイルなんですね。フェザーは羽毛なんで、この中に羽毛をこれぐらい敷き詰めて、その羽毛がこう飛び散らないけど全部がボワってなるイメージ。だからスピードが結構いるんですよ。なので音量を下げると皆さん大体こうなって、速度が遅くなるんで、じゃなくてこういう風にしないと、要は弾んでる楽しさがないわけじゃないですか。だからかなり難しいんですね。しかもライドと同時のタイミングなので結構難しいです。遅れたりするし、あとそのスピード感がやっぱなくなったりするので、その辺結構難しいですから、あんまり僕はおすすめしてません、特に初心者のうちは。ただこのジョン・ライリーの標本では言ってますけど、聞こえないけれど感じる程度の大きさ、やっぱなくなるとやっぱりここ真ん中がゴンって欠落したみたいな感じにやっぱ聞こえちゃうんですね。だから、これ非常に必要で、僕はこうある段階でやっぱりこのここの部分がね、こう真ん中が抜けてる感じを解消するのにすごい練習をしました。その頃やっぱりバスドラがやっぱまあ音量調節できないんで、ベースの人になんかデキシーとかスイング時代みたいに聞こえるからやめてくれんって言われたんです。その時に僕は今これをすごく取り組んでいて、でできるだけ音量も下げて踏むようにするし、これが自分の今のスタイルなので、ちょっとそういう風に聞こえてしまったら申し訳ないけど、それをやらせてほしいって言ったら、あ、そうか、育ったらいいやって、やっぱみんな許容範囲もでかいし、僕も生意気でそんなことを言った覚えが非常にありますね。だからこのフェザリングに関しては、まあ、難しいのであんまりおすすめはしないですが、中級から上級に行く方はぜひトライしてみてください。で、このフェザリングっていうのは、要はフレーズを叩いてるときは踏みません。なのでなんか途切れた、ジャンプして途切れたところにふって飛び乗る感じで再開するっていうようなスタイルで踏みます。これフェザリングですね。これのおすすめはですね、バネ外しペダルっていうのが、まあ、バディリッチが推奨してた練習方法なんですけど、普通ここにこうこのようにバネがくっついてるんですが、このバネを取っ払ったやつをちょっと用意しました。こっちね、これですね、バネがこう外しちゃっててないんですね。だからこうポンとするとこう返ってこなくなっちゃう。これをこうくっつけてね、踏む練習するわけですよ。で、僕はこれハードロックバンドの時にちょっと練習しましたね。要はツインペダルでテンポ200オーバーにしようと思うと、いわゆるそのできる限りロスを減らさなきゃいけない。要はペダルのこのバネは何かと、こう間違って踏んじゃった時に返ってこなくなる。そうするとそれごとにこう手をこうやってやらなきゃいけなくなる。ね、これが困るから、だからこれでもなくてもちゃんと離せば、要は真ん中をこう押してね、スピードでゆっくりだともう返ってこなくなっちゃうんで、速度でちゃんとこうついてあげればこう返ってくるんですよね。これでレガートのこのフェザリングの練習をする。まあこれ音量ちっちゃくはできないですけど、こうね、ちょっと今ずれましたけど、こうジャック・ディジョネットなんかが言ってるこうライドと同じ動きをする練習をしましょうみたいな。
これね、意外とできないですから、やってみると分かりますけど。で、要はこうやってペダルを踏めるってことは、要はこのこれが返ってくる速度でバーって踏み込むもんだから、要はバネが邪魔をしないってことなんで、かなり速度が踏めるようになるのと、やっぱここのすねの筋肉がつくんですね。スピードで踏まなきゃいけなくなるんで、これを練習すると結構うまくいくんじゃないか。例えばシンコペーション部分のタタンタタン、もうね、まあ、まあ、失敗するとこうなっちゃうんで、っていうようなのを、まあ、昔よく練習しましたね。これでここの筋肉を鍛えると、速いテンポのフェザリングなんかもできるようになるかなと思います。なので、このイメージ的にはバスドラのこの、ここに引き詰めた羽毛がボッボッってなるような、その速度で踏むというか、それをバネがあるときはこう、もっと手前からこの距離を短くして音量下げるんだけど、これはまあ、あの僕のレッスンでも言ってる通り、音量っていうのは基本的にこの距離だけなの で、この距離、これぐらいの距離からポン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 って速度はもうマックスにして踏むというね。それの練習のためにこのつま先、ここのすねの筋肉を鍛えるためにこのパネ外れし練習なんかをやってみるとおすすめですね。ということでございました。まあこれかなり難しいテクニックなので、中級者以上の方で何かこうレガートのこう間みんなを包み込む雰囲気っていうのをやっぱり悩みがある方はちょっとトライしてみると、そこら辺は埋めれるかと思います。これフェザリングってこのやるようになった時代が1950年代なんですけど、もう60年代70年代になってくるよ、マイルススマイルズなんかの場合はトニー・ウィリアムスはハイハットでフェザリングしますね。でこれハイハットだけで、ハイハットってやっぱ足の重さ乗せてるし上下の重さがあるんで、結構こうほんで地響きもするんで、かなりこの冷たい感じ、要はフェザリングってあったかい感じがするんですよ。でこれを冷たい感じで、あの要はモードみたいなスタイルで表現しようと思うと、まあ、トニー・ウィリアムスはフェザリングをハイハットでやるような、まあ、その時はもう完全踏み込みでやっちゃうんですけど、あのこう外したりとかするとスプラッシュ奏法になっちゃうからね。ということで、まあこういう形ですかね。バスドラのフェザリングについてちょっと解説してみました。まあそういう存在すら知らなかった方もいっぱいいらっしゃるかなと思うんですが、おすすめは最初のクラッシュとか、要はパラグラフの時にはバスドラ使うけど、普段はレガートの時は使わない。2ビートの時はまあ使ったりするっていうのが、僕がまあ初心者には必ずおすすめする方法です。なのでフェザリングはかなり上級者用なので、まあそういうのはいずれやるかなとか、今はまあ手一杯だからやめとこうかなっていう感じで全然構わないと思います。以上です。ありがとうございました。